皆さんこんにちは。カーリング女子のロコソラーレに所属している藤沢さつきさんが可愛いと話題になっています。北京オリンピック2022大会では泣いたり笑ったりと素直な藤沢さつきさんの表情に癒された人も多いことでしょう。そんな藤沢さつきさんが結婚しているのか気になる人もいるのではないでしょうか。2023年現在独身です。藤沢さつきさん自身は結婚願望や憧れがないわけではなさそうなのですが、ご自身が言うには不器用だからカーリングと家庭の両立は無理なのだそうです。2021年1月のウェブスポティバのインタビューでは次のように語っています。年上の先輩方に結婚はいいよ、家族の存在は大きいよといったアドバイスをいただくのはありがたいのですが、今のところ願望はそこまで強く持っていません。続けて、今はカーリングが優先順位の一番上にあります。私はきっと一つのことしか集中してできないタイプだと思うんです。恋愛するとなるとどちらかが中途半端になりそうで、と述べています。ただ同じインタビューでは、私の勝手な人生設計があるとすれば、世界選手権優勝なのか五輪での金メダルなのか、どちらかを取ることができたら人生を改めて考えると思います。それが結婚なのか出産なのかわからないですけれど、とも述べています。様々な大会で自分の納得のいく結果が出たら結婚発表もあるかもしれません。ただ2018年平昌オリンピックの後の誕生日に欲しいものはと聞かれ、彼氏欲しいと語っています。あれから4年が経っていますが、藤沢さつきさんに彼氏はできたのでしょうか。藤沢さつきさんの噂の歴代彼氏は3人います。1人目は韓国人のイケメン男性との噂があります。これは平昌オリンピックが閉幕し帰国する飛行場でのことでした。韓国人スタッフと人目もはばからずハグをしていたそうです。ただこの男性は本当に韓国人スタッフで、この後に熱愛報道やデートの目撃情報などはないことから、本当に親しくなったというだけで彼氏ではないと思われます。2人目はカーリングで藤沢さつき選手とペアで出場していた山口武史選手です。実はこのペアは2018年と2019年の日本選手権で優勝しています。藤沢さつきさんと山口武史さんペアは幼なじみで、本当に仲が良いので付き合っているのではと噂になったようです。しかし残念ながら山口武史選手はすでにご結婚しており既婚者です。山口武史さんはイケメンですが、不倫疑惑やスキャンダルな報道も一切ありません。それに上述したように、藤沢さつきさんはカーリングと彼氏や結婚は両立できない性格だと言っています。ペアを組んだ男性と恋仲になることは考えられないでしょう。3人目は藤沢さつきさんが所属しているチームのトレーナーの鈴木健太郎さんです。しかし鈴木健太郎さんは既婚者でお子さんもいます。なので彼氏ではなさそうです。藤沢さつきさんの現在の彼氏についても調査しましたが、信憑性のある情報は見つけられませんでした。そんな藤沢さつきさんの好きな男性のタイプはどんな方なのでしょうか。インタビューでは次のように答えていました。体が大きい人、嘘をつかない人、やはりスポーツ選手がいいのでしょうか。藤沢さつきさんは喜怒哀楽の表現も豊かで、性格も負けず嫌いだそうです。藤沢さつきさんのお姉さんであるしおりさん曰く、藤沢さつきさんの性格は人見知りで負けず嫌いなのだと述べています。ジャイアン気質、独占欲が強いとも述べています。子供の頃から負けん気が強く、家族でトランプをしていても私が一番じゃないと嫌と言って泣き出すくらいだと過去のエピソードを披露しています。結果的にカーリングの選手だった父の影響で、兄も姉も選手でしたが、負けたくないという一心でカーリングにのめり込んでいったのではないかと分析していました。藤沢さつきさんにはタバコの噂がなぜか多くあります。藤沢さつきさんが喫煙していると噂されたきっかけは、藤沢さんが元所属していた中部電力の寮でのぼや騒ぎだったそうです。藤沢さつきさんは高校卒業後2009年に中部電力に入社し、カーリング部に入部しました。そして社員寮に入寮しています。しかし中部電力がカーリングに力を注げなくなったため、
本橋麻里さんの誘いもあり、2015年ロコ・ソラーレに移籍します。藤沢さつきさんの移籍後、移籍した原因は中部電力の社員寮で起こったボヤ騒ぎの犯人が藤沢さつきさんで、その責任を取ったからではと噂されるようになりました。実はこのボヤ騒ぎ、ネタ箱が原因だったのだそうで、この噂から喫煙しているのという噂に発展したようです。そもそもこのボヤ騒ぎは本当に藤沢さつきさんが関わっているのでしょうか。この噂は全くのデタラメです。中部電力のボヤ騒ぎは平成19年のこと。この頃藤沢さつきさんはまだ高校生です。当然中部電力には入社していません。この噂をネット上で流したのは藤沢さつきさんに嫉妬する中部電力関係者ではないかとも言われています。さて、藤沢さつきさんがカーリング選手ということは誰もが知るところですが、実はカーリングが職業やお仕事というわけではないそうです。藤沢さつきさんの所属するロコ・ソラーレは2018年8月に本橋麻里さんを代表理事として設立された一般社団法人チームの創設は2010年であり、プロ野球選手や J リーガーのように所属チームから給与が支払われているわけではありません。スポーツをすること自体を職業として収入を得ているのがプロスポーツ選手という定義から、カーリングはアマチュア競技であり、カーリングだけで生活することは難しいようです。それでは普段は何の仕事をしているのでしょうか。調べてみると藤沢さつきさんは北海道北見市にある株式会社コンサルトジャパンに勤務されているようです。コンサルトジャパンの主な事業内容としては、損害保険代理店業、生命保険の募集に関する業務、証券仲介業、オートリース事業、相続対策事業があります。保険代理店というと藤沢さつきさんは保険のセールスレディをされているのでしょうか。藤沢さつきさんは2015年からコンサルトジャパンに勤務しており、仕事内容はセールスレディなど外勤ではなく事務職員として働いているようです。普段は午前9時からデータ入力や管理などの仕事をしていて、午後からカーリングの練習をするという生活を送っています。藤沢さつきさんの年収はいくらなのでしょうか。海外遠征費用や大会のエントリー代などチームの年間活動資金が3000万とも言われるカーリングですが、1人当たり30万円以上の賞金、謝金、出演料等の収入に関しては申告制ということになっており、協会の承認を得なければいけないそうです。藤沢さつきさんが所属するロコ・ソラーレは世界ランク上位、2020-2021 シーズンは4位であるため、賞金が出る国際大会への出場もあることから多少の賞金収入はあるようです。ただしコロナ禍で開催が中止された大会もありますので、賞金はほぼないと考えていいかもしれません。求人サイトによるとコンサルトジャパンの初任給は24万2000円とありました。藤沢さつきさんは入社7年目になりますし、初任給以上はもらっていると考えられます。大手の損保会社の事務系会社員の年収は300-400万円とあり、藤沢さつきさんもだいたい400万円ほどの年収があるのではないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。